子供たちが遊んでいるのは竹ぽっくりという昔懐かしい遊具です。文京学院大学の学生はキャンパスのある埼玉県ふじみ野市の環境センターで行われたエコラボフェスタに出展。この竹ぽっくり作りを通して市民が楽しみながら環境について考える場を提供しました。文京学院大学の町ラボは人間学部の学生たちがボランティアで取り組んでいるサステナブルな町づくりのための活動組織です。大学近隣の空き店舗を活用した子どもたちの居場所づくりやプラスチックごみだけを使った造形活動、分別アートなども開発しました。今回ぽっくりの材料となった竹は卒業生が農村再生事業を展開している福島県大瀬町の放置竹林から学生たちが切り出して持ってきました。第一は子どもが笑顔になってほしい、子どもに楽しんでほしいっていう気持ちで始めて、その中で捨てちゃうもの、もったいないものを使おうかみたいな話の中で竹っていうのが出てきて、じゃあ大瀬町の竹を使おうっていうので今回の企画につながりました。ぽっくりを手で持つ紐も普段から回収している古着を再利用しました。今ある資源、例えば今回でしたら竹ですとか古着ですとかを使って、エコに新しいものを作り出す、新しい遊びを生み出す、こうした体験を通して、子どもたちに、持続可能な社会について、考えてもらう、触れてもらうというのも、大事な目的です。